火曜日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、これまでの米国選挙は郵便投票を利用して不正に行われたと主張した。米国では、以前の選挙は郵便投票によって改ざんされた彼らは、投票用紙を10ドルで購入し、記入して、監視員の監視なしに郵便受けに投げ込んだ。それで終わりだと、プーチン大統領は証拠を示さずに語った。とロイター通信は報じた。プーチン大統領は、3月に予定される大統領選挙への立候補を表明し、ロシアに対する強固な支配を少なくとも、さらに6年間延長することを決定した。彼が選挙で勝利を確実にする可能性は非常に高い。プーチン大統領は、四半世紀近く権力の座についているにもかかわらず、重大な課題に直面しながらも、引き続き相当な支持を得ている。これには、ウクライナで多大な犠牲を払う戦争を開始し、数千人の命が失われたこと、クレムリンへの攻撃を含む、ロシア国内での度重なる攻撃の引き金となったこと、そして、この国の無敵に対する認識が損なわれたことが含まれる。6月には傭兵指導者、エフゲニー・プリゴジン率いる短期間の蜂起があり、プーチン大統領が統制力を失う可能性があるとの憶測が広がったが、プーチン大統領は無傷で登場し、支配力低下の懸念は払拭された。その後、2ヶ月後にプリゴジンが謎の飛行機事故で死亡したことで、プーチン大統領が絶対的な支配力を維持しているという認識がさらに固まった。